どうも、京介です。今日はですね、何をしようかというとですね、家族写真めっちゃ声飛んだな今。家族写真ってあるじゃないですか。今回それを見つけたんですよ。こちら、こんだけあったらですね、1枚や2枚ぐらい心霊写真があってもいいんじゃないかと思ってですね、今回は心霊写真を家族写真の中から見つけていきたいと思います。それではやっていこう。豆ですね。もう一枚一枚全部こうやってファイルしてあります。素晴らしい。こうやってね、まあなんか室内遊具みたいなところがあったわけですね。室内公園みたいなところでね、僕はよく遊ぶのが好きでしたね。2枚目、完全によそ見運転します。もう危ない、もうぶつかってますから。ここ塗り絵コーナーですね。ピースが3です。ここでもピース3でやってますね。見てください、もう昔から変顔大好きです僕。見てください、僕ここでも変顔してます。アバレンジャーに抱っこされてそんな変顔できるかな。これやばい、ツッコミどころありすぎなんだよな。スイカの写真です。いや、スイカ食べながらこんな顔なるかね。もう妹が可愛いこの頃は、今ではあんなだけども。これいつの写真だろうな。妹誕生日おめでとうって書いてんだよな。もうちょっと待って、妹の誕生日なのに自己主張しすぎだろお前。危ねえ、心霊写真ということを忘れていたぞ。普通に見ている。いや、でも今のところちょっと怖いな怖いなってとこはないですね。妹が可愛いですよ、今ではあんななのに。チャチャタウン懐かしいな。すごい顔してるし俺。またダブルピースです。今度はチャチャタウンだ。チャチャタウンのねステージに上がってね、遊ぶの好きだったんですよ僕。昔から人前に出るのは好きだったんですよね。確実食いながら寝とうがお前。大丈夫か。おー、ほら妹俺大好きやん、今ではあんななのに。フラミンゴに完全ビビってますねこれ。こんな野生的な動物園があるんですね。可愛いから写真撮っとこう。川で泳いでゴーグルしたらそうなるかもしれんけど、もう完全宇宙人。般若にガチビビりしてますねこれ。そりゃ怖いわ般若は。妹は真顔ですけどね、これモザイクかけてますけど、妹これ真顔です。俺ギャン泣き。なんか広島のね、ある地方でこういうイベントやってるんですよ、夏に。毎年や、もう今年もやってんのかな、知らないんですけど僕、幼稚園卒業以来行ってないんで。ウルトラマンの光線のポーズしてる僕の顔はもう真剣そのものです。もう本当に打ってると思います。これ後ろの醤油が光ってるとかそういうことだよね。醤油が光ってますね、オーブじゃありません。完璧に鼻掃除ってます。これ心霊とかじゃないよね、顔めっちゃ白いけど。家族写真だというのに誰かが映り込んでますこれ。ワンちゃん心霊。はい、というわけで、全部見たんですけど、心霊写真というものは見つかりませんでしたね。でもね、ただ一枚ちょっと怖いのがあって、こちら。おい、アバレンジャーの前でウルトラマンのポーズをするな。危ない、企業的に。